米倉会長をはじめとする日本経団連の皆様、長谷川代表幹事を中心とする経済同友会の皆様、岡村会頭をはじめとする日本商工会議所の皆様、改めまして、新年のご挨拶を謹んで申し上げさせていただきたいと思います本年もどうぞよろししくお願いいたします。 昨年の9月に野田内閣がスタートいたしました取り組まなければならない最大かつ最優先の課題はもちろん依然として震災復興と原発事故への対応と日本経済の再生であります震災復興については今日はあは野党の皆さんもご出席を頂い,いておりますけれども 皆様のご協力を得て、昨年末に第3次補正予算が成立をし、復興特区や、あるいは復興交付金といった新たな制度も作っていただきました。いよいよ間もなく、復興庁を新たに設置することとなりますが、復興庁司令塔として、力強く震災復興を推進をしていきたいというふうに思います。また、原発事故については、 昨年の12月16日にステップ2の冷温停止に到達したことを確認をいたしましたが、これで原発との戦いが終わったわけではありません。賠償、除染、健康管理、こうした事業を福島再生のために全力を尽くしていく決意であります。経済の再生は依然として大きな課題であります。三次補正予算では 立地補助金、中小企業金融の拡充などを行いました。まもなく始まる通常国会の冒頭では、第四次補正予算でエコカー補助金などを設置しておりますが、切れ目なく経済対策を講じて、日本経済の再生に力こぶを入れていきたいというふうに思います。こうした経済の再生とともに、合わせて優勢改革、 定数削減、公務員人件費の削減、またやり残した課題もございます。これらの課題を通常国会の冒頭ででき,できるだけ野党の皆様にもご協力いただきながら結論を出していきたいと思います。その上でどうしても乗り換えなければならない課題は昨年末民主党の中でいろいろと長い議論がございましたけれども税と社会保障の一体改革を まとめることができました。最終的な意思決定は明日行います。その草案をもって、野党の皆様にも真摯に協議の呼びかけをさせていただき、なんとしても対抗を作り、年度内に法案を成立あの提出をさせていただきたいと考えております。経済成長と財政の規律は、両立をさせなければなりません。私は 政権党というのは、苦しいことから逃れずに国民のために決断をする、それが政権党のあるべき姿だと思います。一方、野党の皆さんにおかれましては、これまでも政局よりも対局でご協力をいただいてまいりましたが、2012年はより一層、政局よりも対局に立ってのご決断をぜひお願いをしたいと思います。そうすれば 必ずや困難を乗り越えて日本の政治は前進することができると思っております今日は谷垣総裁お見,お見えでございましょうかあの最終的には意思決定してから呼びかけをさせていただきたいと思いますがあの明日意思決定を出しますので来週にはですねぜひ協議の呼びかけをまた山口代表お見えででしょうか あの、ぜひお声掛けをさせていただきたいというふうに思っている次第であります。あの、経済については、去年、tpp の交渉入りに向けて、関係国と協議に入るという決断もさせていきました。関係国との協議もいよいよ本格化してまいります。tpp のみならずですね、高いレベルの経済連携。え、これは日中韓、あるいは日欧も含む。epa や fta の推進にも。 全力を尽くしていきたいというふうに思います。日本の経済再生が本格的に2012年から始まったと言えるように歴史的な使命を果たしていく覚悟でございます。最後になりますけれども、日本経団連、として経済同友会、日本商工会議所、三団体とご発展を心からご記念を申し上げまして、簡単でございますが、新年に当たってのご挨拶とさせていただきます。 どうもおめでとうございます。